アイリッシュウイスキー。アイリッシュウイスキーとは、アイルランド共和国及び北アイルランドで生産される穀物を原料とするウイスキーである。アイルランド共和国においては、1980年アイリッシュウイスキー法第一条により、次のように定義されている。アイリッシュウイスキーは大別して4種類の形態に分かれている。ピュアポットスティル、モルトにした大麦、クガと、 未発酵の大麦などを組み合わせたウイスキー。2011年以降は、シングルポットスティルという故障が使われるようになった、モルトウイスキー。100%モルトにした大麦が、原料のウイスキー。シングルモルトアイリッシュウイスキーとも呼ばれる、ブレンデッド、モルトにした大麦と小麦のようなモルトにしない穀物を、ブレンドする、ウイスキー。そして、コラムスティルで蒸留する穀物から作る。 グレーンウイスキーの4種である。アイリッシュウイスキーだけに見られるのが、ピュアポットスティルウイスキーである、100%大麦を使いながらモルトしたものとしないものを両方使い、ポットスティルで蒸留する。性のモルトしない大麦を使うことで、ピュアポットスティルウイスキーをピリッとした味わいにし、これがアイリッシュウイスキーを独自の味わいにしている。シングルモルトのようにピュアポットスティルは売られたり、 グレーンウイスキーをブレンドしている。上流所の責任者たちは、ピュアポットスティルウイスキーに強い愛着を持っており、この傾向は、ブレンデッドウイスキーが一般的になる1960年代以降まで、顕著だった。ピュアポットスティルウイスキーの持つ価値が薄れ、アメリカの市場に向けて、スコッチウイスキーと同タイプの軽い味わいのブレンデッドウイスキーを生産する必要に迫られると、 1960年代から1970年代の間にかけてブレンデッドウイスキーの生産が開始される。アイルランドで創業している蒸留所が少ないため、グレーンウイスキーと混ぜる原酒の種類はスコッチウイスーに比べて乏しいが、新ミドルトン蒸留所で作られるピュアポットスティルウイスキーを原酒とするブレンデッドウイスキーはスコッチウイスキーにない独特の風味を持っている。 クレーンウイスキーはシングルモルトより軽く癖のない味わいで一種類だけで瓶詰めすることはほとんどなくブレンデッドウイスキーの素材としてモルトウイスキーとブレンドして使っている。年間の気温差が小さく、冷量で程よい湿度があるアイルランドの気候はウイスキーの製造に適している。ウイスキーは以上の工程を経て完成する。 単式蒸留機による3回の蒸留を行い、モルトの過程でピートが使用されないことが多くのアイリッシュウイスキーに共通する特徴である。モルトの際にはピートの代わりに石炭、木材が使用され、乾燥はキルトという色の中で行われる。早期に醸造、蒸留産業が確立されたアイルランドでは機械を使用して掘り出すピートよりも、 木や石炭が燃料として使用されることが多かった。アイルランド人のイオニアスコフィーが発明した連続式蒸留器、スコッチウイスキーも参照はアルランドで紹介されたが導入には賛否が分かれた。時間をかけずに安価でウイスキーを生産できることを喜ぶ製造者がいる一方、アイリッシュウイスキーの高級品としてのステータスの低下を勤務者もいた。結局、 連続式蒸留機を導入したのは一部の製造者だけであり、大半の蒸留所はポットスティルでの蒸留を続けたコフィーはスコットランドに活躍の場を求め、グラスゴー、エディンバラを中心とするローランド地方でコフィー式蒸留機が取り入れられ、ローランドでグレーンウイスキーの生産が開始された。製造の過程で3回の蒸留が行われる理由については、 原料にライ麦などの穀物を使うと穀物のフレーバー、香りが強くなるため上流の回数を増やして穀物のフレーバーを飛ばすためだと考えられている。そして生産性を高めるために巨大なポットスティル、上流機が使われるようになった。ブッシュミル上流所、新ミドルトン上流所で行われる3回上流は以下の手順に沿う。上流液のアルコール度数は 約86度と、スコッチウイスキー、約70度に比べて高い。上流液に水を加えて、多く損に入れ、通常は5年から8年の間熟成させる。損は、シェリー、ラム、バーボンの熟成に使われたフルガルを使用し、3回、使用された樽は廃棄される。1800年代に爆貨にかかる税金が加増され、一部の上流所はモルトにしていない大麦。 大麦、小麦などの穀物の使用量を50%以上に増やして経費削減を図った。これが現在のアイリッシュウイスキーのフレーバーを構成する要素の一つになり、グレーンウイスキーのルーツともなる。現在、原料の麦芽と大麦の比率は銘柄によって異なるが、一般にはモルトでない大麦の方が多い。アイリッシュウイスキーは上流回数が多いために、 滑らかな味わいに仕上がり、ピートがたかれないために、原料の穀物が持つ芳醇な香りが引き出されている。生産国であるアイルランドのパブでは、アイリッシュウイスキーは、ショットグラスで、ストレートのまま飲まれている。ほとんどのアイリッシュウイスキーは、スコッチウイスキーのようなピートに由来する、スモーキーフレーバー、土煙の匂いがない。その例外としては、クーリー蒸留所で作られる二階蒸留のカネマラが、 知られている。カネマラにはピートで炊かれたバクガが使われているため、スモーキーフレーバーが含まれている。ウイスキーという言葉の由来は、命の水を意味するアイルランド語のイシュカベイハ、イシュケバーハに由来する。イシュケバーハの語源については、ゲール語で、健康の水を意味する、オシュックエーパイと呼ばれていたものが、ラテン語で、命の水を意味する、シュガエーボーグという言葉で呼ばれるようになり、 種が A エボーグがアイルランド語のイ種シュカビサットに変化したとされる。1172年のヘンリー2世によるアイルランド遠征の時、アイルランド人が愛飲していた上流種はイングランド兵によってアシュッキーと誤って伝えられ、その言葉が英語のウィスキーに転化したという。ウィスキーの英語の綴りがアイルランドのウィスキーとスコットランドのウィスキーと違いがある理由や、 法律上の違いなどはわからない。かつてはブッシュミルズや現在は消滅したコールレーンといった有力どころの蒸留所もウイスキーの綴りを使用し、アイルランド国内でもウイスキーとウイスキーの両方の表記が扱われていた。一説には本来アイルランドでもウイスキーと綴られていたが、19世紀になってダブリンの蒸留所が品質を宣伝するために、 E の一字を入れて差別化したところ、地方の蒸留所もこれに続いたために、アイリッシュウイスキー全体が、ウイスキーと綴られるようになったとされる。パディを生産していた、コーク蒸留所は、ウイスキーの綴りを使い続けていたが、海外市場での混乱を避けるため、1979年に、パディにも E が入れられた。アイルランドでは、ウイスキーは、水を意味する、イシカの単語で短縮されて呼ばれ、 アイルランド語には種類、特にウイスキーを指してしばしばクレイサーという言葉が使われる。アイリッシュウイスキーはヨーロッパの古い上流飲料の一つと考えられており、アイリッシュウイスキーとスコッチウイスキーのどちらがより歴史があるかの議論には決着がついていない。伝承によれば6世紀に中東を訪れたアイルランドの修道像が現地で香水を作るために用いられていた。 上流技術を持ち帰り、それを酒造に応用したという。また、聖パトリックが上流技術を伝えたとする伝承も存在する。ヘンギー2世によるアイルランド遠征の時、家臣からの報告書にアイルランドで大麦から上流した酒が飲まれていた。記録があったとはれているが、確認できる資料はなく、信憑性を疑問視する声もある。12世紀当時にアイルランドで飲まれていた。 蒸留酒はビールを蒸留した濁り酒だった。アルコール度数は約20度と現在のウイスキーに比べて低く、発酵の段階で果物、蜂蜜、ハーブを入れて香りをつけていた。オールドブッシュミルズは1608年にジェームズ一世から免許を授かった最古の公認蒸留所を名乗り、ボトルにも1608を刻印しているが、1608年当時に ブッシュミルズという名の蒸留所がいましていたかは、不確かであり、ブッシュミルズが創業を始めたことが確認できるのは1784年である。18世紀になると、アイリッシュウイスキーの評価は上昇し、サミュエル・ジョンソン、ピョートル・タイ・テイラーの賞賛を受けた。20世紀に至るまで多くのアイリッシュウイスキーの蒸留所が創業し、18世紀にはおよそ2000の小規模な蒸留所が乱立していたが、 上流所間の統合によって19世紀半ばには約162、1880年には28の上流所が稼働していた。一時期はアイリッシュウイスキーが世界のウイスキー市場のシェアの6割を占めていたが、1919年にアイリッシュウイスキーの主要な輸出先であるアメリカ合衆国で禁止法が実施されたため生産規模が縮小する。 多くの蒸留所が閉鎖され、大手の蒸留所も新製品の醸造を置き換えるようになった。また、アメリカで密造された粗悪品にアイリッシュのラベルが貼られて密売されたために、アイリッシュウイスキー自体の評判も落ちていった。さらに、アイルランド内戦で国内の経済力が低下したために多くの蒸留所が閉鎖された。戦後、 アイルランド自由国の独立が達成されたが、独立の報復として、アイリッシュウイスキーは、イングランドと、その植民地の市場から締め出しを受けた。続く、第二次世界大戦ではアイルランドは、中立の立場をとり、アイルランド国内の供給を確保するために、ウイスキーの輸出が制限され、戦場の米兵には、スコッチウイスキーが配給された。 彼ら米兵は帰国後もスコッチウイスキーを愛飲し、アイリッシュウイスキーはアメリカでの優位をスコッチウイスキーに譲ることとなった。1950年代に入ると上流所の閉鎖、合併が相次ぐが、一方でこの時代には、シャノン空港のバーテンダーであるジョーシェリダンが考案した、カクテルアイリッシュコーヒーが空港の利用者に良しみを博した。米国の新聞記者が帰国後に、 行きつけのバーでアイリッシュコーヒーを作らせたことをきっかけに世界中に広まった。アイリッシュコーヒーの流行によってアイリッシュウイスキーの需要は増えるが反面コーヒーへの添え物というマイナスのイメージも加わった。1966年にライバル同士だったダブリンのジョン・ジェムソンとジョン・パワー南部のコークが合併し IDC、アイリッシュディスティラーが結成された。 1971年には、ブッシュ・ミルズが IDC に加わって、イッチ・アイリッシュ・ディスティラーズ・グループが誕生し、1980年代、初頭に創業していたのは、ミドルトンとブッシュ・ミルズの二つのみとなる。1987年に独立系の蒸留所を設置する国策によって、クーリーが創業を開始。2007年に、かつて閉鎖されたキルベガン蒸留所が創業を、 再開した。その後、各地で小規模の上流所がいくつもオープンし、2017年11月現在、アイルランド島で創業する上流所は18を数える。さらに16の上流所が創業予定、または計画中である。1825年に創業を開始。1975年に、世界最大の上流機を有する新ミドルトン上流所が、 旧来のミドルトン蒸留所の背後に完成した、4種類の単式蒸留機によって、アルコール度数の異なる原子を作りで、ジェムソン、パディ、パワーズなどのほか、レッドブレストやグリーンスポットなどのシングルポットスティルウイスキーの銘柄も手掛けている。1608年にアントリムの領主、サー・アトーマス・フィリップスが蒸留免許を交付されたことより、 創業した最古の蒸留所を自負する。三階蒸留のモルトウイスキーを専門に製造しているが、過去にはピュアポットスティルタイプのウイスキーを作っていたこともあった。長年にわたって、ブッシュミルズのモルトウイスキーはミドルトンで蒸留される、グレーンウイスキーとブレンドされたもののみが、ブレンデッドウイスキーとして市場に出荷されていたが、昨今はブレンドしていない、シングルモルトウイスキーも流通している。 独立系の上流所を設置する国の意向によって1987年に設立された。1992年より製品の出荷を開始、多彩な製品を提供することで知られる。独特のピートのフレーバーを持つ金ラの公案には、後にアラン上流所のマネージャーに就任するゴードン・ミッチェルが参加していた。ブルスナ上流所。 ロックス上流所の名前でも知られる。1757年に設立されたブルスナ上流所を起源とし、1843年にジョン・ロックによって買収される。1957年に閉鎖されたが、2007年に設立250周年を記念して創業が再開された。1989年にクーリー上流所によって買収され、 博物館と熟成庫として運用されていた。キルベガン蒸留所と関係の深い銘柄である。キルベガンとロックスは創業再開までのアイダクーリー蒸留所で作られていたが、再開に伴って、キルベガン蒸留所の倉庫に移された。約150年前に、タラモア蒸留所で使用されていた、ポットスティルを買い入れて、蒸留を再開。キルベガンで蒸留されたウイスキーが、 市場に出回るのは2014年の予定である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。